お願いします。はい、じゃあ実際にやっていきますね。ゆみちゃん、はい、モデルになると実際にわからないんでちょっとこういう形でちょっとやってみましょう。はい、はい、まず健康貯金の上格と、はい、僧帽筋の健性ね、はい、場所ね、はい、健康貯金ここですね。そうですね、健康貯金その赤い線ですね、はい、この上格のここね、はい、はい、で健性は、健性は僧帽筋上部の真ん中です。真ん中ですね、はい。で第1線、第2線、第3線ははい、ここしていきます。 第1線、第1線が内側ですね。内側ですね、はい、そう、キワキワのところね、はい、7番まで届くときに当たらないようにね、はい、ちょうどここのキワキワのところでね、はい、で2線、そうですね、2線はちょうど凹凸の上、凹凸っていうのはこの横の骨ですね、ここまで、はい、で第3線、第3線は肩甲骨のキワ、そうです、キワキワになります、ここのラインなんですね、はい、で肩甲骨に触れないように、内側すぎちゃうんですね、内側すぎて、もっとこっち、うん、ちょうどここのラインに入るので、ここ、うん、こんな感じで、そうですね、はい、はい、はい、でこちら側に来て、はい、はい、肺内線、肺外線ですね、肺内線、肺内線、肺内線、はい、キワキワです、キワキワ、そこで、これもね、できれば呼吸に合わせて行ったり行きましょう、はい、これも7番まで、7番まで、はい、はい、あ、1回1寸 1.5 寸、そうですね、1寸から 1.5 寸、外側ちょうどね、脊柱起立筋の上になるんですね、うん、まあでも今狙ってるのは僧帽筋なんで、はい、僧帽筋を狙いましょうって話ですね。まあそういう感じですね。それで実際にじゃあ押したら押せる、押してみよう、はい、背中で、はい、ママお願いします、はい、これ合わせるの難しい、うん、合わせご胸筋、はい、ここです、はい、体重乗せてみようか、乗せてやっていいですか、うん、で実際の施術と違うんで練習なんで両方一緒にいきます、両方一緒に、はい、はい、強さ大丈夫ですか？大丈夫です。はい。はい、次、健性です。健性。健性。両方一緒にいきますよ。はい。大丈夫ですか、強さ。やっぱこうして押してもらうと、はい、あの右の後的に、はい、右硬いです。あ、硬いな、はい、第1線、第2線、第1線、はい、これはこっち頭の方から押していくんですよね、行きまーす。ちょっとどうやって押した。行きます、うん、最初だから、K という7番から、はい、
共通になったら1番、2番、3番って言って7番っていう声かけしてると思います。リズムが取れるかもしれない。はい、一線からいきますか。はい、二線からです。二線からね。これちょっと微妙にずれちゃってると。よいしょ。はい、じゃあ2線いきます。今ここ7番で、はい、で1番2番3番4番5番6番はい、これで7番です。はい、第3戦です。3戦喋るとやりやすいでしょ、番号ね。そうですね、うん、で、リズムがちょっと遅いかもしれない、うん、そう、いつも遅くなっちゃう、うん、はい、次3戦際すぎますか？このぐらい外で大丈夫ですか？はい。ただ番号が出て、あ、番号がすごい飛んじゃった。ここ3番目です。3番。4番。なんで3番でやったの？1、2押しちゃったから。7番。今度は肺内線、肺外線。肺内線、肺外線。これ圧をこっち向きってことですよね。これすごい難しいです。入れづらいですね。難しいと言わない。引き気味に入ってますか？左手は入ってない。右手は入ってない。はい、また番号、はい、上2番です。3番4番5 6 7肺外線。1番2番3番4番5番6番7番。はい。はい、バッチリですね。はい。バッチリします。はい、感想になります。実際、ゆみちゃん、どうでした？あの、場所は全然バッチリグーだったよ、うん。うん。全然 OK でした。やっぱ上の方の圧の向き、気をつけないと。あの肺内線、肺外線押す時のこの辺の向き、この辺のね、圧の。要するに、こう。こうなってるわけですよ。だからベクトルがすごい変わるってことだよね、うん、上から押す分にはね、頚椎7から胸椎1の部分は上から、ね、押せるけど、この辺は斜めになるっていうとこが難しい、うん、やっぱ意識しないとこっちにずれそうになっちゃいます。ね、ずりっとなっちゃうとこもあるからね、きっちりギューって押せるってことだね。あとリズムが大切だよね。リズムがちょっとゆみちゃん若干遅かったかなぐらいだけど、あれでもうバシッと決めて自信満々に押せるようになれば
これも練習なんだけど、ゆみちゃんをもうちょっと自信満々にやる。自信満々、大丈夫ですか？自信満々、はい、うん、満々で、うん、まあまあ肺内線、肺外線、まずこれ基本ベースになりますからね。これきっちり押せないと次に進めませんので、これをしっかりまず捉えてやりましょう。あと実際練習するときにパートナーさんに聞いてもらってね、圧加減もそうだけどリズムとか、うん、あと言ってたように意外と気持ち悪いのは大圧してるこの親指ではなくこの横の4指の方、4つのね、こっちの方がちょっと強く入ってたりすると脇の方に入っちゃったり、肋骨に入ると気持ち悪かったりするので、なるべく軽く触るぐらい、だから指に親指が集中してもらってこっちは力入らないように、でも触らないわけはいかないので軽く触れる感じで、もう指をとにかく親指を中心にが大切かな、うん、ですね。今日だから狙うまずね、この肩甲挙筋と、分かりやすいよねこれ書いてあるからね、肩甲挙筋と僧帽筋覚えましょう。僧帽筋に、僧帽筋ちなみに全部いってますからね、下まで、ね、いってます。でこの深層筋がちょっといろいろ分かれてるんでね、極筋とかね、最長筋とか、ね、長肋筋とかって、この奥の筋肉なんですね。これには書いてないかな。あ、でもこれ緑の線がそうかな、最長筋とかになりそうだな、うん、この線が細かく書いてるな。あ、ちなみにここの筋肉分かりますか？極上筋です。そうそう、極上筋なんつって今これ NG 集だな日本語とは思えない言葉が、何語か分かんない、生まれが違う難しい、うん、そう、極上筋ですね。これは極下筋です。極下筋、これはこれだとね、うん、そうだね、小円筋、大円筋のラインなので、うん、これちなみに合うとこあります？これですか、うん、あれです、あの据える天使の前鋸筋のそうです前鋸の鋸が据えるっぽい感じだよねちょっとね、これは分かりやすいよね、青いのね。あ、青いのですか、うん、後背筋、そうそうそう、うん、はい、今回肩こりの実践編パート1です。パート1、パート2は今度は実際に肩甲骨を狙っていきます。はい、じゃあ今回以上になります。